そうだよ、分かんないよね、これやったことないから。触れてるの、緊張してんの。何点だったか、点数はこうです。おー、なるほどね。うん、第2の坂上に負けないで。はい。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回ですね、坂上さんにおいでいただきました。はい、今回もですね、サンタの提供でお送りいたしておりますので、トイック学習アプリで国内ダウンロード数ナンバーワンを2022年1月から5ヶ月連続で獲得しているという、でそのサンタを、まあ、今回は坂井さんには使ってもらうんですが、まあ、またアカデミープランとかもありますので、ぜひ概要欄見てください。はい、じゃあいよいよトイックの結果返ってきましたんで、はい、開封しましょう。はい、5月の、はい、どうすればいい。そうだよ、分かんないよね、これやったことないからね。俺が毎回こう見ずにできるんだけど。まあまあ、ここじゃあまず開けてもらって大丈夫です。いきなり点数は出てこないんで、はい、あ、ちょ、開けてるのを映して。はい、はい、じゃああとは隠すところを隠しておきます。はい、私はどうやってやればいいか分かった。ここをまず、ね、ちょ、住所があるので、住所のところをちょっとね、折らないといけなくて。まあ、やった感じどうでしたか。まあ、初めてのトイック、トイックパート4が難しくて、はいはいはい、リスニングですね、一人の人が喋るやつで、で最後のトリプルパッセージ、はいはいはい、の問題もあんまり手が回らなかったな。うん、やってみて、別にトイックに特化したのはやってないでしょ、勉強。そうですね、もともと持ってたトイックの参考書でやってたって感じですかね。もともと持ってたの何をやってたの。まず森田さんからいただいた単語帳と、ね、はいはい、あと2年前ぐらいに動画で上げてた、うん、600点を取る赤い参考書があって、うん、はいはい、あれをやってましたね。総合対策全パート攻略、あ、全パート攻略ね、はい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 、をやって、あとちょろちょろっと金触れ見て、うんうんうん、みたいな感じです。なるほど、はい、それで一体どうだったのかというですね。まあ、共通テストは9割、はい、そして、まあ、中央大学に合格したということで、一体どのくらい取れたのか、じゃあ公開しましょう。はい、これをボンと見せてもらえれば、もうそれで点数になる。こうで、そうです、こうすれば、あ、ここここここ、はい、OK です。これで、これで OK、 はい、これで、はい、触れてるの。緊張してんの。はい、では行きましょう。はい、何点だったか、点数はこうです。はい、自分もわかんないですけど、そう、見えないね。はい、ということで675点です。超えたね、600。まあ、600超えましたね。おお、思ったより良かったな。悪くなかったな。あ、どうなの、自分的にもっと行きたかった。もっと行きたかったですね。何点行きたかった。700ぴったりぐらい。あ、そうだったね。なるほど。まあ、リスニングはね、395点で、はい、まあ、パーセンタイルランク60。ほう、ああ、なるほどね。でやっぱリーディング280。そう、リーディングの方が大変なんですよ、なかなか取れないですから。じゃあ正答率ですね。はい、手慣れた。まずはリスニングの正答率ですね。はい、まあ、こっちは高めでしょうね。はい、どうぞ。はい、おお、なるほどね。こんな感じで、はい、81、88、80、74ということで、あ、アビメの見方の動画は出てますんで、そちら絶対見ておいてくださいね、皆さん。はい、だから平均は全部超えてるってことだよね。はい、短いやつがギリギリだな。そうですね。80、79が平均で80だから、あ、簡単なやつ落としちゃったんだねってことは。そうですね。で、あ、糸もでも結構取れてる、87。へえ、かなりパーセンテージ高いね。これが一番難しい、暗示されてるっていう。あれですよね、空白を読み、行間を読みみたいな。そうそうそう、行間を読み、直接来ないやつだから。おい、意外と取れてますね。やっぱ受験勉強役立ってますね。そうですね。じゃあ問題はリーディングです。リーディングですね。はい、ではどうぞ。はい、トンと、おお、こういう形になって、はい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 、おー、なるほどね。うん、まず情報をもとに推測できるは58で超えてはいると。具体的な情報も超えてはいる。もうギリギリだけどね。で、あ、照らし合わせが、まあ、68ちょっと超えてるね。まあ共通テストにもあるからね、照らし合わせ。問題は後ろの2つでございます。はい。ここです。語彙と文法ですね。そうですね。語彙と文法が平均を下回っちゃってるから、やはり文法がね、文法ができれば文法です、ね、講師になれるのに。
いやちょっと語彙分布はちょっとね上げてもらわないといけないですね、これはやっぱり。だからまあいい知らせといえばいい知らせなんですけど、はい、一番上げやすいのがやっぱこの文法語彙だから、はい、うん、だから文法がまあ最も上げやすくて次語彙なんで、まあある意味ラッキーといえばラッキーですね。700はだから行きやすいと思いますね、これは。はい、じゃあちょっとここを鍛えていく必要があるって感じですね。はい、じゃあサンタ。サンタですね。じゃあやっぱ鍛えていきましょう。はい、ちょっとね、まあ、まずは英単語だね。はい。はい。これは、ね、はい。可動詞で出ます。可動詞。incorporate。もう時間切れです。ああ。へえ。一緒にする。知らなかったですね。知らなかったの。incorporate into be とかさ。でもあ、分かりそうです。質問。はい。reasonable。まあ、安いのでよく出ますね。はい。デザイアブ。望ましい。おばたがこないだ分かるって言ってたけど。そうです。で同じ単語出てたよ。エイブルがつくとどうなのかなっていうふうに思って。望ましい。デザイアするべきって意味だから。ああ。はい。はい。パブリック第2。第2の坂上に負けないで。はい。あ、ラプス難しいね。これは分からないですね。これはむずい。時間の経過とか難関大ですね、総計とかで出てくる。アージェントアージェントとかアージェンシーとか緊急アパートフォン時間何に何とか勉強しましょうね、大学入ってからも、はい、えっ、まあね、動画見てないな、おばたと全く同じ問題、全く同じ。そうですか。制定するって意味がありますって。へ、全く同じ解説をして。ああ、そういうことか、ね。入れるわけですよ、取り入れる。うん、なんで変えたサイズを就職するんだから福祉ですね。はい。リデュースか。そうです。はい。それ引っかかないでくださいね。単語あるからそれじゃないかな。はい。ユーモラスの字は複数形だよ、数多い。あ、望ましい近所だよね。望ましい近所、近隣の中で言うふと。はい、よかった、はい、そうですよ。スペースを、はい。これはむずいかな。選んで、ほら、選んで。Cordially invited ですね。心からこうですね。Cordial っていうのは、コア、心を表す。心。はい、心から。心を表してるので。文法、後ろに主語動詞がある場合は接続詞が必要ですね。あー、もうやばいやばいやばい。もう600点も悲しいわ。半分しか合ってない。ホームって
予想スコア460。ちょっとまあリスニングやってないからね。そうです。まあちょっとね、やっぱ文法と単語を上げてください。はい。有料プランやらせます。はい、あ、そう、今、そう、学割やっておりますので、アカデミープランですね。はい。夏休みから始める TOEIC学習に学生応援アカデミープラン9000円で、サンタの有料機能が360日使い放題。1ヶ月あたり750円ですかね。無料の申しもついてきますので、はい。ぜひ、学生の方も使ってみてください。はい、まあこういうふうにね、スコア診断があったりとか、スキル分析ができるので、はい、ぜひ、今やってる参考書のプラスワンに使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと修行が必要ですね。そうですね。ああ、これちょっとあれ、次受けるのは今月ですかね。あ、7月。はい、はい、え、学校忙しい。今月かなり。あ、試験あるか。そうですね。そうか、まあまあまあ曖昧までやってもらう感じですね。はい、じゃあ7月はちょっとで、しかも1年生だと一般教養とかもあるからな。いやー、確かにそれは大変かもしれませんが、まあちょこちょこ英語の勉強は、まあ学校のね、英語の授業自体はあるでしょう。はい、あります。やってもらおうかなと思いますんで、はい、じゃあ頑張っていってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.